皆さん、こんにちは。今回は、国立市は、どうして文教都市になったのか、多分、他県の人が見てもわかるように、解説していきます。では、早速見ていきましょう。国立市は、東京都西部に位置する、立川と国分寺の間にある町です。国立駅には、都心部と郊外を結ぶ JR 中央線が、乗り入れています。国立駅周辺には、日本トップクラスの国立の、文系短科大学である、一橋大学、のほか、都内屈指の進学校である、国立高校、や、東邦高校、があり、国立は文教都市として、知られています。また、高級住宅が立ち並び、喫茶店やおしゃれなお店が軒を、連ねるなど、おしゃれな雰囲気が漂います。しかし国立は昔、雑木林だけが広がるようなただの、原野でした。国立がこうした町になった背景には、特徴的な開発経緯と、都市計画、そして戦後に、起こった住民運動が、関係しています。これは、現在の国立駅周辺の、地図です。国立駅から南、南西、南東方向にまっすぐ伸びる道路と、一橋大学のキャンパスが、目立ちます。さて、この周辺の大正10年、1921年頃の、地図を見てみましょう。なんと、大学はおろか、道路も駅も何もありません。ただ雑木林が広がるだけで、民家すらありませんでした。しかし9年後、昭和5年、1930年頃のこの周辺の、地図を見てみましょう。なんと、駅と道路ができ、大学が建てられています。この間に一体何が、あったのでしょうか？大正12年、1923年に、関東大震災が発生しました。10万人を超える死者を出し、都心部を中心に甚大な被害をもたらしました。当時、都心部にあった多くの大学の、キャンパスは倒壊、焼失、学生は学ぶ場所を失いました。そこで、複数の大学でキャンパスの、移転計画が持ち上がります。加えて、この地震による被害者は被害の、少なかった郊外へと移り住むようになりました。そうした中、西武グループの創始者である、堤安次郎率いる箱根土地株式会社が、郊外の練馬区大泉、多摩地域の小平、国立に大学校舎を、中心に据えた学園都市を、開発します。土地を買って、分譲住宅として売り出し、駅も作って、郊外に理想的な学園都市を、作り出そうとしました。国立の開発は、震災で倒壊した東京商科大学、現在の一橋大学が、箱根土地と契約し、移転を決定したことで始まります。当時、この周辺に駅はなかったので、箱根土地自らが駅舎を、建設して、駅を作ろうとします。その際、駅の名前を決めるにあたって、国分寺と滝川のちょうど真ん中、あたりに駅を作るので、両方の頭文字を取って、国立にしようという声が、上がり、国立駅と名付けられ、町の名前にもなりました。その後、駅は鉄道省、現在の、JR、に寄付され、西岸駅として国立駅は誕生します。こうした経緯で、国立は学園都市として、歩み出します。この開発は急ピッチで、行われ、先ほど見たように、街は急激に変化しました。国立駅を降りると、赤い三角屋根の洋風な旧駅舎と、駅前広場からまっすぐに、伸びる大学通りが印象的です。この美しい景観には、学園都市、国立、の特徴的な都市計画が、関係しています。学園都市、国立、の最初の、構想は、東京商科大学、現在の、一橋大学、と箱根土地株式会社との、間で交わした取り決め、土地交換契約覚書、に、書かれています。この覚書には、駅舎を学園都市にふさわしいデザインにするよう書かれているほか、大学通りや駅前広場との、関係が決められています。開発当初から、駅や駅前広場、大学通りといった公共の、場所を一体的に作り出そうとしたのです。当時は、都市計画という言葉自体がまだ、もの珍しい時代でした。1919年に、都市計画法、及び、後の建築基準法に、つながる、市街地建築物法、が、制定されたばかりで、庶民は愚か国の官僚でさえ、都市計画がどんなものか理解しているものは少なかったといいます。インフラを整備するだけでなく、街をどんな街にしていくのか、あらかじめそれを決めた上で、街づくりをしていくという国立の、開発は非常に先進的なものでした。
現在でも、駅と町が一体となった優れた都市計画の、貴重な事例と言われています。では、具体的にその計画の一端を、見てみましょう。まずは、駅舎です。駅舎は、欧米の田園都市住宅の、デザインを導入した個性的な建物で、大正時代に作られた希少な木造駅舎となっています。次に、駅前広場と道路です。上空から見ると、駅前広場から放射状に、道路が伸びていることがわかります。この道路は富士山の方角に、向けられ、この道路は朝日の方角に、向けられています。見てわかるように、この駅前広場から街を、見通せるような設計になっています。また、大学通りからのみ駅舎が見えるようになっており、しかも駅舎を正面から望めるようになっています。このため、駅舎が人々の印象に、強く残るようになっており、街の玄関口としてだけでなく、街のシンボル的な役割を、担っています。国立の都市計画は、先進的で非常に景観に、配慮されたものであった、と言えます。しかし、1950年代に、こうした学園都市、国立、の、雰囲気を、大きく変えるかもしれない大論争が、起きます。そのきっかけになったのは、昭和25年、1950年に、勃発した朝鮮戦争です。当時、隣の立川市には、米軍基地である立川基地があり、多くの米兵が進駐してきました。その影響で、国立駅周辺も米兵相手の、簡易旅館や飲食店ができ、怪しい商売が、なされるようになります。そんな中、学園都市、国立、の環境を、守ろうと市民や学生らが、中心となって、東京都文京地区建設条例の、指定を目指した運動、文京地区指定運動が、起きます。東京都文京地区建設条例とは、良好な文京的環境を、守るため、料亭やキャバレーといった風俗営業に、関連するお店やホテル、遊技場等の建設が、制限される条例です。しかし、この文京地区になると、国立の経済的な発展は妨げられます。国立のさらなる発展を、望む市民と、文京的環境の保全を、望む市民との間で町は二分されました。その後、議会でも議論が繰り返しなされた結果、文京地区指定が議決され、昭和27年、1952年に、文京地区の指定を受けます。市民らは、経済的な発展、よりも、理想的な学園都市を、作るという開発当初の理念を優先し、環境、に配慮した街づくりを、目指したのです。2000年代になって、国立に大きな変化を起こす出来事が、起こります。それは、JR 中央線の、高架化です。この高架化事業に伴って、長らく市民に親しまれてきた赤い三角屋根の、駅舎は解体されることになりました。しかし、国立のシンボルを失いたくないという多くの、市民や市民団体が集まり、保存に向けた活動が始まります。そうした活動の結果、駅舎は解体されましたが、長らく保存され、ついに2020年7月に、創建当時の姿で再築、復元されました。駅舎としての役目は、ありませんが、街の魅力を発信する拠点として、新たな道を歩み始めました。ここまでで、一旦おさらいをすると、原野であった国立駅周辺は、関東大震災を、きっかけに、箱根土地株式会社によって、理想的な学園都市を目指して、開発された後、戦後の文京地区指定運動で、街の環境がより一層強く、守られるようになり、平成になって駅舎が解体されたが、市民の熱い要望により復元され、現在に至ります。国立の特徴的な都市計画が、現在でも残っている背景には、市民が主体的に街づくりの、方針を決め、文京地区としての環境を、長らく守り続けてきたからだと、考えられます。さて今回は、国立がどうして文京都市になったのか、について解説しました。ぜひ、皆さんも一度国立に訪れてみてはいかがですか。多摩交通局では、多摩地域の交通や地理に、関する動画を他にも投稿しております。よろしければ、そちらもご覧ください。それでは、チャンネル登録と高評価を、忘れずに。